皆さんこんにちは、みのりんです。はい、本日はですね、こちらにございます。じゃじゃーん、 LOL サプライズです。なんか LOL 久しぶりかもしれないんですけど、これね、すごくない？大きい。見ても分かる通り車らしいです。かっこいい、オープンカーみたいな。しかもなんかプールになるらしいよ。すごくない？プール付きの車有名だね。さらにいろいろなサプライズもある上に、当然ね、女の子も入っているそうなので、限定の女の子、本日はこちらを開封していきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。じゃあ開けます。開かない。おーっと、じゃじゃん、まだ奥の方に入っています。出てこーい。よいしょ、出てきた。で、これで空です。で、もう見えてるこちら、これが車ですね。かっこいい、めっちゃキラキラしてるんだけど。おー、キラキラ、ゴージャスな車です。ブーンブーン。いやでもね、本当にすごいですよ。かっこいいし綺麗だし、ただまだ椅子がないんですよ。多分ですけどこの中に椅子とか人形が入っているかなと思うので、こっち開封しちゃいましょう。ほら、こんなにもサプライズがある。おー、でこれね、ちょっと細かいと思うので手元のアップでお見せします。はい、というわけでたくさん入っているので、適当に、あ、これ絶対にお人形さんだ。お人形さんから開けていいのか否か、開けちゃいましょう。オープン。じゃじゃーん、限定のドールゲットです。レースカークイーンみたいな感じですね。で、ちょっとね、裸なので一旦横に置きます。お洋服どこに入ってるかわからないので、このちっちゃい袋がお洋服で、これ絶対に椅子だよね。じゃあ開けちゃいます。じゃじゃーん、お、椅子です。すごいかっこいい椅子。待って待って、なんかここ押せたり引っ張ったりできそうな形してますよね。こういう台かな。例えば大きい女の子を乗せるときはこんな感じで座らせることができるんですけど、ちっちゃい女の子、こっちの一般的な道路の大きさの場合、これだとね、あの埋もれちゃうので、でもこうやって引っ張ってあげて、なんか台座みたいなみたいな感じで使うことができるんだと思います。これがもう一つあるので、こっちも開けちゃいます。あれだよね、あの炭治郎、この袋をすごい綺麗に取っておいて、お洋服とか作れば炭治郎にすることができるかな。めっちゃ炭治郎思い出す。水の呼吸。はい、これもね、全く同じ形をしています。どっちがどっちとかが、あ、シートベルトか。シートベルト普通こっち側がこういくからこっち側ですね。はい、車のアップはこんな感じです。キラキラしてるから、ちょっとこう顔覗き込むと私の顔が映っちゃいそう。で、これをこう、違う、こっち側か。あ、くっつきましたね。気持ちよくカコンっていきます。で、こっち側も、はい、おー、完璧。っていうかさ、これドライバーズシートにもついてるんだ。ちっちゃい女の子を運転しちゃダメでしょう。まあまあまあ、おー、すごいよね、クオリティ高い。じゃあ一旦これ横に置きます。他にもサプライズ、多分お洋服とかが入っているので、これらも開封していきましょう。で、なんか最後にもう一つ入っています。おー、なんかね、シールかな、これ。あ、シールです。なんか免許証みたいな感じで、今回の女の子はドラッグレーサーちゃんっていう子だそうです。おー、やっぱりレーサーガールイメージされてるんですね。ではパパッと開封していきます。まずはお洋服、あ、違った、ドリンクだ。やっぱレーサーガールみたいな、このチェッカード、黒と白の感じがそれっぽい。そして、はい、あ、コロコロっと、お靴が2つ。どんどんいけますよ。オープン。これは何だろう。ん？これはなんか猫ちゃんがついてるんですけど、私の予想では多分鍵じゃないでしょうか。鍵の代わりに車の中にこう差し込んで動かせるよっていうやつだと思うんですけど、かわいいな、口の中にこう通ってるから。で、これがお洋服です。そしてこれは、これ多分どこかにつけることができると思うんですけど、カップホルダーみたいな、こうやってぴったりなので、どっかにこう引っ掛けることができるんじゃないかなと予想しています。そして最後、おう、メガネです。かっこいいメガネ。でも透き通ってないから前が見えなさそう。で、お洋服着せちゃいますね。お靴はちゃんとね、右左があるので確認しながらつけましょう。で、はい、じゃじゃーん、完成です。セクシー。レーサーガールとかってね、やっぱセクシーですからね。美人さん美人さん。こちらは多分車に取り付けることができるので、一旦車に戻ります。はい、じゃあこれどこにつけるんだろう。じゃあ細かいところをアップで先に見ていきましょう。まずはここ、ほら、
動くんです。すごい、そんなすごくないか。でここら辺に細かいねメーターのところとかありまして、ナビもついてる。ここは押せる。これバッテリー入れるやつだ。バッテリー入れると多分音が鳴るやつだ。どっかに入れるところあるな。ほら下の方にバッテリーを入れてくださいっていうようなここのところがあります。入れてみましょう。おっと炭酸持ってきちゃった。ちっちゃい方か。リモコンの裏から取ってきちゃった。あるある。でこれで閉めますと。よし、はい、戻して、多分ねここでこれを押せば音が鳴ると思うので行きます。 3,2,1。気づかなかった。こう押すと音が鳴るんじゃなくてここがライトアップします。これね、お押したりすることもできます。一つ開けることもできる。ピンクピンクピンク、青く光るんですね。こっち側また見ますと、ここ開く？開きそうなんだけど開かないかな。開かないかな。さっきのこちらの猫ちゃん、この鍵ですね、これをここに入れることができますと。はい、こんな感じで鍵がついてる感じ、かわいい。こんな形のサイドミラー初めて見るんですけど、こうするとしまうことができて、こうするとミラーが出てくるという感じです。そして最後はやっぱりここですよ。ここなんかねプールになるって書いてあったので開けてみます。おすごいおお、あ取れた。取れて大丈夫かな。おお、これ引き出し風だと思ったらくるっとね取れる感じになっていました。さっきまでねここが台となるので、こうするとちゃんとね高さがいい感じになります。面白いね。でここがプールなんだ。プールにここら辺がなんかちょっとディスコ踊れるようなスペースがありますよ。こう柄を見るとね、なんか荷物があったりメイクがあったり、ここはスピーカーで、こっち側カクテルとかがあるので、ちょっとカクテルまであるの。飲酒運転はしちゃダメですよ。これがどこにつけられるのかな。ここにこうつけるのかな。あぴったりじゃん。ここにつけることもできますし、ここら辺はあつけられますね。なのでここら辺の縁つけられるドリンクホルダー。でもやっぱここかな。ここが一番なんかしっくりきます。極楽だぜ。なんか可愛いからせっかくなのでちょっとキューちゃんと遊んでみようかな。キュッキュー。はい、うちのキューちゃんです。LOL サプライズのものってハムスターの大きさにぴったりなので、キューちゃんちょっとプール付きの車で遊んでみる。かっこいいよ。キャー、クマだわーってぐらい大きいんですけど、ちょっと横に置いて、キューちゃんほら見て見て、プールだよプール。行くよ。ダブーン。どうどう、かっこいいよね。キューちゃんに本当にぴったりの大きさのプール。お、ディスコルームに来ました。あ、ドリンク飲んでる。かわいいねえキューちゃん。かっこいいね、ディスコルーム。ズンツクンツツンツンツンツツン。運転してみるキューちゃん。ほら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 、ほれ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 、楽しい。ブーンブーンよしよし、楽しいね。この中にお砂を入れてお砂遊びする場所にしてもぴったりかもしれない。じゃあそろそろお家に戻ろっか。あとちょっと告知をさせてください。3月1日にのっぺんやボンボンの皆さん、そして他のクリエイターさんと一緒にオフ会を開くので、ぜひぜひチェックしてください。概要欄に詳細を載せておきます。大阪でお会いしましょう。ちょっと説明書読んでみます。なるほど、今初めて知りましたけど、このライトなんとブラックライトだそうです。一旦つけますね。でこのブラックライトの近くに道路を近づけるとなんか見えるらしいので近づけてみます。どう見えます？足がね模様がありますね。カメラで見えますか？確かに真っ黒なんですけど、足のところに若干色がついているっていうのと、他になんかあるかな。他になさそう。足のところだけかな。ちょっとしたねかっこいい模様が出てくる感じが見えます。サングラスは？サングラスも特に変わりはないみたい。消しちゃいます。ここ、さっき開かなかったところ、ここ開きますね。下げてみます。ほら開いた開いた。本物の車みたいにちょっとしたものを入れることができます。思ったより深い。何入れようかな。なんか車の鍵とか入れてもいいかもしれない。ほらこれでなくさない。あとはちょっとしたものですね、まあ、入れられるよってだけで入れなくてもいいと思うの でたくさん遊んだらこれをはいガチャンとするだけで元の車に戻ります。でもかっこいいのでね、これはこれでどこかに飾れるかもしれない。というわけで今回の車の開封でした。皆さんいかがでしたでしょうか。飾るだけでもかっこいいですし、細かいギミックもたくさんあって、ブラックライトはね新しかった。面白い LOL 系ちょっと久しぶりだったんですけど、やっぱりかわいい。また新商品が出たら紹介したいと思うので、ぜひぜひチェックお願いします。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね Twitter と Instagram もやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。